はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トロピコ5、ビバプレジデンテの、ズワイシュタインですね、続きをやっていきたいと思います。で、今ちょっと時を止めて、でマップをね、見渡してみたところ、実はここにね、防気サイトがあるんですよ。あとここら辺とかちょっとね、石油が流れてるんですけど、石油はまだ取れないので、まずはちょっと防気サイト、ここをつなげましょう。で、あとちょっとここら辺のね、情報を、見ていくと、まずね、失業者とかね、仕事の空きっていうのがね、結構あるんですよ。まあ、だからね、やっぱり職を提供して、職って働く方ね、職業をね、提供してあげないといけないっていうのと、社会不安がね、やっぱ高いみたいなんで、ここら辺をね、なんとか整備していきたいですね。なので、まずは道路敷きましょう。ここからテケテケテケと、こうかな、でテケテケテケとなんかちょっとこれちょっと曲がっちゃってっけど、どういうことちょっと待って、一回これ破壊しよう、もったいないけど。あれ、破壊できない、こうか、破壊した。で、道路をこっから伸ばすのがやっぱ一番いいのか、こういう感じ、なんか不格好になっちゃってるけど、いいや、これでいいや、もうしょうがない。もう一個伸ばすべきだったか。で、ここにもね、油脈があるんですけど、まずはあと鉱山とかね、金山とか、ここを建設して人をちょっと雇っていきましょう。こういうとこあんま人気がないんだよね、ただやっぱりそういう肉体労働系は辛いのかね。まあ分かるよ、気持ちは。俺も肉体労働とか全然できないから。で、ここにもやって、お金自体はそこそこある、お金自体はそこそこある。で、あとやっぱね、その医療関係もね、あんまり良くないんだよね。診療所1個だときついか、病院とかは建てらんないんで、診療所をもう1個建てよう。こっちの方にも診療所を建てておきましょう。この間とか建てられる？あ、建てられるね、ちょうどいける。こういう向きだよね、これ逆になってるもんね、これ逆だよね、こうだよね、この向きにしたい。 OK。 で、あとはね、鋼ができれば、鋼もどんどん輸出していきたいんですけど、多分ここら辺の福祉とメディアがね、多分足りてないんだよね。教会必要かな、教会、教会にしよう。教会をじゃあここに建てようか、空いてるし。で、さらに警察国家なんで、ちょっと警察ももう一個建てておきましょうか。警察は、いや、すげえ金使ってんな。あ、だいぶ治安が良くなったね。でも警察1個置いたことによって、ここら辺、警察ってどこに置いてあったっけ、そもそも。1個ちょっと1回時を止めよう。これ診療所でしょ。なんか、あ、ここか。ってことは、ってことは下の方に1個置きたいね。なんかここら辺とか、このところに警察を置いときますか。すんげえ近い気がするんだけど、でもまあいいか。ただここに警察を置くってことは、緑がちょっと失われるかもしんないけど、まあいいや、しいらない生産がちょっとあれだね、まあいいや。これでまあここの地域は大丈夫でしょう、ここの地域は。で、ちょっとこっちの地域もね、やっぱ見ておきたいんで、そうするとここの地域は何が必要。まず酒場はある。で、図書館もある。住むところもまあまあそれなりにある。そうすると大使館1個こっちに作るか、連合国用の、これ農場だし。大使館を、じゃあ大使館ってなんかさ、こう中心部にある気がするけど、まあいいや、この港のところに1個建てておきますか。オペラハウスの近くでいっか。こういう向きにしよう、ここに建てよう。だいぶ建設したね。ちょっとこれは建設待ちにしよう。あとは
観測所とかはね、なんかね、こういうところは建てらんないですね。ここまで行けないのかな。だから道路がつながんないところは建てらんないんで。プレジデンテ、来年は選挙の年です。オーケー、いける、選挙いけるよ。俺が出よう。この民は新しい素材を研究していた我々の地で、ここ人がいないね。ちょっと待ってよ、やっぱ給料上げないとダメか。 60% で鋼製作所みたいなのを作りましょう。これか、6000、7000円するで。鋼製作所は成功所だと思うんだけど、鋼はなんだっけ。ちょっと待ってね、もう一回。鉄と石炭、鉄と石炭、鉄は確かここだったよね。え、ちょっと待って、そうすると石炭が上の方だから、場所的にどこが効率いいの。真ん中に建てるのがいいか。ここら辺にしとく。鉄を運んでくるのがちょっとめんどくさそうだけど、ここに置いとこう。じゃあだってここが石炭でしょ。ここも石炭だったよね確か。で貿易サイト、ちょっと貿易サイトもあれか、まだ輸出が始まってないね。でここが鉄でしょ。鉄少し生産量上げるか、給料上げよう。で粉砕機、仕事の質が10低下するけど効果が20。え、どういうこと仕事の質と効果、まあいいや、やっとこう。この島にも教会ができてよかったわ。教会ができたんだ。イエスの教えは重要なもの。で石炭もちょっと給料上げて、もう一つの方法を差し出せとか言うじゃない。おお、作業人数が増えるのか。まあいいや、やろう。代わりに男の頬を思いっきりぶん殴っちゃうのよね。ここも給料上げて、それで後で後悔するんだけど。これでだいぶ職はさ大丈夫でしょ。貿易サイトもちょっと給料上げようなんかすげえ大丈夫かって感じだけど。仕事の質が重低下、まあいいや、これもやろう。もうよくわかんない仕事の質と効果のどういう関係性があるんだか謎だけど、これ今さどういう状況本当に。選挙じゃなくて、あでも収入はまあ悪くはないか。タスクが来てる。正解。弊社を3つか、よし建てるか。あと1つ、じゃあこっちに建てとくか。1個、よし。ここに弊社をどうしようかな。海岸沿いに1個建てておく。あんまりねこのアパート地域から近くにはやりたくないんだよね。じゃあここにしておきますかと。あとはここら辺ちょっと狙われたらきついからな。監視塔っていくらだったっけ。1500円か。あー1個建てておくか、ここら辺にポチョッと。金を使いまくってんな。ここにも1個ポチョッと建てておこう、監視塔。で建設業者はまあうまい感じに動いてそうだからね。貿易サイトの輸出がちょっと始まったね。315。ここら辺のタスクが終わればまたスイス銀行にも振り込まれると思うんで、今はちょっと建設物をねいっぱい作っちゃったから町で行きましょう。あと賞賛ができるかどうか。できるね、賞賛しとこう。賞賛するだけであれが上がるのか。あとなんかある、ここ、まあ、ない。質、給料はまあ上げなくていいから近代兵器にしておけばいいでしょう。ここも近代兵器になってるね。でここなんだっけ、宮殿ってなんかあんの。我々は選挙の結果を、あいい、全然大丈夫。 73% 持ってるからね今。何気にこの島すげえ開拓されたな最初なんだこりゃみたいなこと言ってたけど、げっ、施設特殊部隊、何これ。4500円、高っ、入れよう選挙の結果が出ました。 OKOKOK、 まずは私からお祝いを申し上げます。ありがとう、ありがとう、警察国家で。私の科学的調査によってトロピコの鋼の品質は世界一だということが証明されたわ。鋼も少し上げよう、給料上げよう。まず何せ私のスーパーあとできるのがこれか。汚染が 30% 増加か。ここら辺はちょっと汚染されてもいいか。よし、やろう。支出がな、収入関係がだいぶ減っちゃったけどしょうがない。でもよし、プレジデンテ、この共産主義について書かれた赤い本によると、人々を革命の理想に共感させるには共産主義者とかって言われてもさ、彼らが具体的に思い描ける目標を設定することが必要だということです。
凶悪な資本主義に対する我々の戦いははっきり言って終わりが見えません。私は自分の強さや信念に揺らぎがないことを確信しておりますが、共産主義者の中には事態が一向に変わらないことに苛立ちを表明する者も出てきています。彼らは人々の団結により強固なものにするために自由に関する幸福度15、一応閉じておく。弊社ができれば一応1個できるから、それまでになんかなくならないことを祈るか。弊社っていくら？6000円高い即作るのは無理だな。プレジデンテ、こんなものを研究してはいけません。良いですか？社会主義が悪だということは誰もが知っています。我々は今まで通り身内びいき的資本主義で行くべきです。私も私の友人も、それに私の親戚までも、それこそがこの国の政府が取るべき最高の形だと主張しています。社会保険、識字教育、住宅補助、アンロック、あ、ここら辺ってでもさ、やっておいた方が良さそうだよね。復刻はどうすんだっけ。これ研究、こっちか。なんかいいのある？食料の消費量有料化、うん、ここら辺はな。あ、これちょっとやっておく。軍隊発行しよう。わりかし反乱起きるからね。で、限界令、選挙が行われなくなる。災害基金、月額維持費350円か。これもちょっとやっておこう。ちょっといろいろ復刻しておこう、今のうちに。減税、いやちょっと待ってね、減税は無理。武器の所持、歩兵部隊が強くなるけれども犠牲者が増えるか。マルティグラ、犯罪率上昇、うん、サービスの質が上昇か。これはちょっとやめておこう。街づくり税、あー、なるほどね。建設許可はスイス銀行だから。国勢調査、1万円もかかるのか、ちょっと無理だな。今世界大戦時代なんで、こっちも行けますね。あれ、交際って今どうなってんの。債務はなしか、まあ、そりゃそうだよね。で、お酒禁止。でも製造系の効果が5上昇か。犯罪率が大きく上昇。なるほど、酒で息抜きができないからね。これはリーダーが必要だからどうのこうの。医療サービスの有料化、これはちょっとあれだよな。中小合戦とか農業助成金、月額維持費がかかるのか。国際研究プログラム、研究ポイントを得ることができる。維持費が600円か。維持費かかるのはな。これも建設費用基本半額になる。これもいいね、金かかるけど。社会保障、社会保障とかもな。月額維持費1人につき10円か。識字教育、住宅補助金、裕福度のレベルを低下させる。これ何なの社会保障、社会保障、ちょっとやっとこう。社会保障大事だからね、やっぱり社会保障は。ヨーロッパの方で大きな動きがあるようですな。何でもコードネーム全面戦争とかいう計画が遂行中らしく、両陣営が我が国に援助を求めてきております。ちょっと連合国にしておこうか。で、ホルヘ・ミカミックス、こいつを派遣しよう。あ、でこれができるか。よし、プレジデンテ、この自由に関する幸福度15上昇ってさもう割かしさっきいろいろ作っちゃったからね。こっから上昇すんの、さらに。じゃあどうしようかな。観測所とかもね、建てたいんだけどね。あと何が足りない。新聞社か、例によって。食料雑貨店とか。食料今どうなの。食料とか足んないとね、輸入した方がいいんすよね。要はもううちって結構工業国じゃないですか、ここら辺のあの貿易サイトとかさ。あとね、こっちの方にね、ウランがあるんですよ、ウランが。こういうところまで発展させれば、もうどっちかというとここ工業国になるんで、食料はね、輸入した方が効率が良くなるかもしれない。金とかもね、いっぱいあるからね、ここに。で、スイス銀行が相変わらず増えないね。銀行がだからまず建てられないでしょ。代表団もまだ時間がかかるでしょ。自由に関する幸福度とか下がってるしね、むしろちょっとこっちを開発していこう。こっちにじゃあ新聞社適当に建てておきますか。おお、いいねいいね、全然新聞社余裕じゃん。
じゃあここなんかなんとなくこうやってつなげたい気がするな。オペラハウスの隣に建てておこう。新聞社ここ、いやめっちゃ建ててんな金が。それでもまだ金に余裕はある。おっと石炭完了したか。ちょっと待ってね、今鉄だけか。鉄ばっかりだね。鉄鉄、サインが足りない。板材、板材もちょっと数軸国のあれが足りないか。数軸国上げとけばよかったか。まあ、とりあえずはじゃあ鉄に回そう両方とも。あれ今どうなってる。すげえ船がいっぱいあるんだけど。で食料でもなんか1個輸入しておいた方がいいかな。食料どれだ、資源。でもまあ大丈夫か。もう少しここら辺に農業施設を1個作りましょうかね。じゃあ緑あるところにはどんどん農業施設を作っていこう。そうすると今何があるのか見よう。インフラ、天然資源、産業、こういうのは何で見ればいいんだ、何が何個とか。インフラ、天然資源、伐採キャンプ、ん、ここら辺の見方が全然わかんないな。どうなってんの。管理者とか全然そういや設定してないね。この管理者、あ、ちょっと、どういうこと、ラマ、あ、これまるでなんかができたね。あと我々の勇敢な兵士たちは常に独裁政治と戦い、いや独裁政治を、ちょっと待ってね、プレジデント、何何何、私の気象予報士としてのキャリアは終わりました。私の予想によるとトロピコでは永遠に暖かくて晴れた日が続くはずでしたが、現在この島では竜巻が発生しています。あ、鉄の、お、来た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 、待って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 、すげえすげえ、おー、どこに来るどこに来るどこに来る、うわ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 、やばいやばいやばい、めっちゃやられてるよ。あー、竜巻恐ろしや。こっちまで行くの。天気の予想は外れましたが、この島全体に降り注いだ家畜と小屋と家具の量は正確に言い当てることができます。すげえな。以下は被害の状況です。おお、全壊している。3000円が送られてきたけど、これはもう全てあれに回さないとね。今日の午後にビーチで予定されていたツイストコンテストは中止になったわ。なんてったって本物のツイスターが発生しちゃったんだもの。これどうやってそのさ、みんな、あの角度を変えるのですよ。角度を変えたいんですけど、超見づらい。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ、できたできたできた。こうね、こう、なるほど、よし、これで OK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 。 じゃあ全て再建しよう。もうこれはしょうがない、竜巻が起こってしまったからな。だ、金はすんげえあるね。金はすんげえあって、自由に関する幸福度もちょっとずつ増えてはきたということで、ちょっと待ってね、まずは道路だな。と道路を、ここはこうやってつなげておこう。で、いずれ石油の方も行くと思うんで、ここの区画はなんとなくやっておいて、プレジデンテ、戦場での死者を減らす方法、軍事施設アンロック。ただ銀行作ろう。税関も作って、光物か、ちょっと待って、光物が作れるってことは宝石を作れるようになるんだよね。だ、会計学、銀行はやっぱりタスクがあるからめんどくさいから先にやっておこう。よし、でドライドックどうだこれ。ドライドックちょっと全部やっちゃおう。船体補強、輸出品の量が 50%OK。造船工も作ろう、金あるから。よし、こっちはもうだいぶ強化されたね。で鉄が終わったんだよね。鋼が輸出できる。よし、これをどんどん割り当てていこう。1234石ずつ割り当てていこう。ちょっと待って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 、どうなってるどうなってる。
今のちょっと全部一回外そう。これか、あと鉄、鉄は2石やっておくでしょ。で鋼は1石1石で1石1石で2石余ってるから、チーズは輸入しよう。ちょっとチーズ輸入しよう。缶詰、生地とかはいらないよね。ラム酒とかはそもそも作れるわけじゃないからね。肉、パイナップル、魚輸入しとこうこれで食は大丈夫でしょう。でタスクが結構だいぶあるね。情報収集を行った結果、ラム酒か。アメリカが近々禁酒法を施行することが分かったわ。ちょっと待って、でもさ、それさ大丈夫なの密売するの？ラム酒製造って何が必要なんだ。ラム酒製造、ラム酒はどこだ。チーズ、缶詰、繊維、家具、製薬、アパレル、ラム酒、砂糖か。一番いいもすんのこれ。一応じゃあこっちの方にラム酒立てておく。っていうかまず砂糖をやんないとダメだね。農園か、農園だよね砂糖って。砂糖のグリッドってどうなの。まあある程度の荒野でもやっていけるか。じゃあちょっとここら辺立てよう。少し地形がよろしくないといえばよろしくないけど、有効活用はできるよねここら辺。よし、これで砂糖作ります。で砂糖って直立てで1000円か。まあいいや、やっちゃおう。でそこからラム酒をもうすぐ隣に建てよう。これはすぐ隣に、よし、ここにしよう。でこれ自体はちょっと高っ、無理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 。建設業者を待とう。でそうすると銀行はいずれできる。ボーキサイトもまあまあそれなりに。鋼の輸出がすぐ終わりそうだね。で自由に関する幸福度をどうやって上げるかだよな。少しアパートを建てるか。もう一個こちら辺に、ちょっと待ってね高級住宅とかさ何個か用意しておいた方が、裕福層のためになんかいい受けがありそうだけど、これ逆、ここに1個高級住宅を建てよう。ポンと、もう1個高級住宅建てる。ここ高級住宅街、いや伐採所があるのに伐採キャンプがあるのに。あ、これでもすげえ木取り尽くした感があるな。てかなんかあんまりもう高級住宅とかってさそういうイメージがもうないからね。ここはここもすげえ詰まってるよな。何にも置けないよ、何にも置けない本当に。もうここら辺とか何作ってるか全然わかんねえもん。トウモロコシとかバナナとか管理しきれねえわ、広すぎて。ちょっと俺はもう新たな地域を開拓してるからね。あと何がある。うおー、消費する材料 25% 減少、5000円か。やろうこういうのは重要だと思うんだよね、わりかし強化しておくのが。でドライドックはもう完全に大丈夫だね。てかドライドックってさ何の効果があるの。給料増やしてるわけじゃないけど。失業者とかを見ておきましょう。結構忙しいね、ホームレスが多いね。ホームレスが失業者は2か。いやホームレスが多いんだ。ホームレスがちょっとまずいね。ここら辺をちょっとじゃあ住宅街にするか。アパートに住めないとかってあんのかな。なんかアパート高いから簡易住宅をポン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 建ててみる。じゃあここら辺にちょっとまあ実験的な感じだけど、もういやこれをやってみよ う, もう貧乏人はここに住めとアパートに住めないんだったらここに住めと。よし、4つ提供してあげたから、あとこっちの地区も空いてるところに簡易住宅を建てよう。もうここら辺だな、もうここら辺に住めとお前らは。
って、ポン。お、ポンと、よし、これでいいや。めちゃ家を作ってあげたぞ。で、高級住宅。これ住んでる人いるの？高級住宅とか何これ。住まいの質67。金持ち。電力化。あ、すげえな。こういうのあるんだ。ちょっと待って、簡易住宅。アパート見てみよう、アパート。美観マイナス15、効果75。必要な裕福度、貧乏。あ、貧乏でも住めんじゃん、アパート。よくよく考えれば。なんだ、見とけばよかった。これも貧乏で、こっちとかあれだ。簡易住宅もだって貧乏で大丈夫だよね。近代化とか何これ。一般住宅に改良する。1万9000円とか、たっけんだけど。でももう8万円あるからね、すげえ金あるな。どうする？なんか4世帯に住まいと食べ物を提供する。貧乏でいけるね、貧乏で。あ、7万円になっちゃったけど。あ、タスクが消えちゃった、1個やっぱり。情報収集を行った結果、アメリカが近々。あれ、ここ人がいない？砂糖が機能してないのか？我々の武器に新たなレパートリーが。よしよしよし、銀行。ちょっと待って、ここ生産してないよ。なんで？砂糖がない。いや、そんなことないでしょう。あれ、これタバコだよ。砂糖あんまりよろしくないね。あ、そうか、タバコをこういうところに作ればよかったのか。俺なんでさ、何見てた、さっき農園。あ、タバコ見てたっぽいね。砂糖はやっぱりこっちの方が良かったか。失敗したな。失敗したね。完全に失敗したね。こっち真っ赤っかやな。真っ赤っかやね。じゃあちょっとこっちの方に砂糖農園をもう一個作っちゃおう。あんまり高くないよね。こういう向きでギリギリのところだな。ちょっと待って待って待って、向きこうだよね。で、ここに建てよう。で、そこから即座に建設はもったいない。生産してない、それはしょうがないよね。ちょっとで、さらにタスク。どうし、プレジデンテ、この共産主義について書かれた赤い本によると、住居に関する幸福度、人々を革命の理想に。住居は結構得意だよ。ってことはよ、簡易住宅をすべて一般住宅化しよう。いくら？ 2 万円かかるけど、いいよ、しょうがない、やろう、これはやろう。どうだ、住居に関する幸福度上がるんじゃないか。で、じゃあ少しここら辺に高級住宅も作ろっか。いや、待って待って待って、先にあれだな。こっちの診療所をちゃんと整備しよう。診療所を作って、かつ警察署も1個作ろう。まあここら辺はね、多分将来的に町を発展させるから、警察署はもちろんあった方がいい。先に作っとかないと警察署が作れなくなるからね。で、さらに食料雑貨店なんか作っとく。ここら辺ちょっとスーパーマーケット的な位置づけ。めちゃ作ってんな。礼拝堂も作ってあげようか。じゃあ礼拝堂でかっ。礼拝堂って縦向き？こういう向き？あ、いいんじゃない。なんかデッドスペースがあるけど、デッドスペースがあるけど、いいや、作ろう、ここに。よしよしよし、こっちの地域はもうこれでかなり発展してきたでしょう。ってことはよ、ってことはよ、ちょっとここら辺で反乱が起こると厳しいけど、反乱が起こると厳しいんだけど、反乱が起こらないようにしてるからね。これまだできてないの？農園。いや、これもじゃあちょっと上げるか。これ改良しよう。プレジデンテ、これは言うなればトロピコの危機です。すぐさま対応するべきでしょう。外国船マジかよ。ちょっと待って、それより先にここを上げて、で、ここもちょっと上げとこう。で、改良しよう。金ならある。で、
生産されてない。まあいいよ、ちょっとこれもあげよう。じゃあ素材のあれもやってあるか。で外国とのあれが悪いってどこが悪いの？ちょっと待ってね。これはね、外国連合国、枢軸国か、枢軸国が悪くなってんね。称賛しとこう。どう？まだ0ターン。ここにあれがあるからか。連合国の大使呼ぼう。支援額1万2000円。どうする？ここはね、軍隊結構大丈夫なはずなんだよね。っていうか、あれか。貿易船のあれが全部連合国になってるからか。ちょっと待ってね、一回全部解除しよう。これじゃあ一回全部解除して、40以上か。チーズも無理。葉巻も無理。枢軸国からなんかしたいね。タバコも無理。これも全部無理だな。鉄、木材、だからここら辺の有効度だよな。上げすぎたらいけないんだよ。輸入もできないからね。枢軸国から輸入ができないっていうのがきついな。ちょっと一旦連合国は置いておくか。じゃあどうする？何を輸出する？鉄輸出したいね。ちょっとこれ待とう。金はいっぱいあるから、連合国じゃなくて枢軸国との関係が元に戻るまでちょっと置いときましょう。で輸出自体は余ってるものは勝手に輸出してくれるんで、あの貿易サイトとかね、勝手に輸出してくれてるように。あの鋼とかもう終わったねあ、銀行だ、銀行。銀行をこっちの方に一個ずつ建てよう。銀行はどれ？高級娯楽施設でもないからね。銀行ってマジでどこにある？なんかこっちの方な気がするんだけどな。新聞社とか警察署とか、銀行、国庫に利子がつく。じゃあなんとなくこっちら辺に置いておく。向きがわからん、マジで。あ、縦向き、これ縦向きだね。バンコーって書いてあるよ、バンコーってじゃあこういう向きにしておくか。ここにぼちょっと置いとこう。で、あと銀行もこっちに1個置いて、もうここカツカツやな、本当に。銀行、じゃあここに縦向きで置いとくか。こうだねマジカツカツやね。でちょっとずつ、よし、中立になった。これで123、あ、貿易サイトはいけるね。12、あ、じゃあサインが足りねえ。2、あ、今どういう、どういう、ちょっと待って、もう一回もう一回、最初から最初から全部解除して、全部解除しよう、全部解除。あとどれだ。よし、8席解除して、枢軸に、貿易サイトを流すでしょ、鉄を流すでしょ、連合国に鉄を2つ流すでしょ。これで今プラマイゼロなはずなんだよね。で4余ってる、4余ってて、で少しやっぱ輸入しておこう。砂糖輸入しようか。砂糖1個輸入して、で砂糖輸入するってことは、あそこのなんかお酒工場みたいな稼働率が良くなるはずだから、あとなんか輸入しなきゃいけないのある？板材、チーズとかなんとなく輸入しとく。いや待って、食い物だよね、やっぱり必要なのは。魚を輸入しとこう。
まあそれであとは、鉄もう一個つけて、でボーキサイトももう一個つけよう。よし、これでいいはず。どうよ、スイス銀行の金25,000、半分まで来た。あ、25,000あるよね。で銀行ができればあのタスクも終わって、でこれは禁酒法が施行されたわ。あれ、まあ今こそどうなってんの。禁酒法が施行されたわ。あ、多すぎて。あれか、今こそ違法な酒を市場に投入するってことはよ。連合団の派遣ってさ、借り物、我々の研究に、こっからさ連合団みたいのできないの。あ、できねえわ。有効度80以上。あ、枢軸国が上がったから下がっちゃったんだね。住居に関する幸福度と自由に関する幸福度がもうちょっと上がってくれればな。銀行って何、これ図書館か、こっち、あれアパート。銀行、銀行員ってさ、なんかなかなかいい気がするけど、旅行保険とかできないのか。お、スイス銀行が増えている。なんか終わったね。禁酒法が施行されたわ。ラム酒を輸出する。あれ、これってラム酒、そうだよね。で結構ラム酒には金を当ててるから、ボーキサイトの輸出がそろそろ終わりそう。自由に関する幸福度と住居に関する幸福度がなかなか上がらないな。もうちょっとなんか必要、ここなんか建てるあるから。それではそれでは、ちょっとここら辺はまだ早いよね。レストランを建てよう。食のバラエティとかなさそう。食のバラエティ、ここに建てるか。ここに建てよう。じゃあこの向きだよね、レストランで。ちょっとロードが入って、いやでもね、お金はめちゃくちゃ潤ってるよ、はっきり言って。幸福度もめちゃ高いしね。我々がラムを輸出していることに対してアメリカにいる知人たちはご機嫌斜めのようですな。というより激怒していると言った方が正確かもしれません。なるほど。破壊する有効度が上がってかつ金が増えんのか。まあ破壊するからね。スイス銀行に入るわけではない。交渉とかなんか失敗したらあれだしな。まあしょうがないよね。ちょっと破壊しようか。我々がラムを輸出していることに対してアメリカにいる知人たち、はあはあ、なるほどね。ラム酒破壊する、破壊しよう何のために作ったのっていうのはあるけど。はい、あれ破壊されてる、これどう。破壊されてった。ここに勤めていた人に失業保険を出さなくては。もう破壊したよ、だってないよ。なるほどね。これどっちにするかってやつだよね。変な女はさ、まさかこんな事態になるとは。反撃、反体制派が来たか。変な女は酒を密輸しようって言ってたけど、これどこ、ここか。もう余裕だよこいつら今。しかもさ軍隊超強いからね。もう逃げてってる。あ、違う違う違う、あ逃げてってんね。え、あとどこ、どこもないよね。こっち側で反乱が起こるとちょっときつそうだ。てか金めちゃあるんだけど、これやばくないか。金が、住居に対する幸福度が全く上がってないアパートとか、なんか電力化する。そうすると電力ってどこにつければいいの。電力化しよう。発電所8,000円、石炭または天然ガス、こっちの方にした方がいいよね。うわ、環境に悪そうこれ。すっげえ環境に悪そう。こういうとこでいいのかな。いや、ここ入る、入らないか。いや、ここでいいや。じゃあどれだけの電力を供給できるか。こっちの方が供給できそうだよね。いや、これちょっとさ、じゃあもう意味ないから作物変更してタバコにしよう。あ、トウモロコシとかこういうところいけるんだ。トウモロコシにしよう。じゃあまたタスクが出たね。アメリカ人は酒が飲めないことに嫌気がさしてきているようですな。無理もないことです。何らかの援助がなければ彼らの禁酒が終わるのも時間の問題でしょう。禁酒法を発動する。2年間撤廃できません。
連合国との友好度は20上がる。よしやろう。これお酒はもう取っ払っちゃったかんね。こっちか。禁酒法発動しよう。ほいそんなんでいいの。でそうなんちゃら工場よ、なんちゃら工場。あ、駐車場とかなんかいつの間にか作れるようになってる全然気づかんかったわ。光物だから宝石工場みたいなのが作れるはずなんだよ。宝石工場ってどっかにある。あった。電力を必要とします。あ、そっか。じゃあまずこれができるのを待とう。でその間になんかここら辺結構やばそうだから駐車場作っとく。駐車場作るスペースがないんだよね。あ、ここ空いてね。ここに駐車場作ろうか。あ、無理だ、縦に長い無駄に縦に長いな。駐車場スペースが全くと言っていいほどない。あ、ここになんとか建てられる。基地のところに意味あんのこれこういう感じか。まあいいや、こういう感じにしとこうあとは駐車場ってさ、何の効果があるの。仕事の質が上がるのか。なるほど。ちょっとここにも駐車場建てておくか。この向きに行けるね。ここに建てておこう。で、電力会社ができれば。電力会社が機能してない気がするんだけど。あ、動き出した。で、自由に関する幸福度と住居に関する幸福度がちょっと相変わらずだな。住居を建てればいいってわけじゃないのかな。難しいね。一般住宅、高級住宅、やはりもうアパートがいいと思うんだけどね。あれ、ここなんでさ、アパート1個減ってね竜巻でやられたのか。ここはじゃあもうちょっとアパート街にしようか。ここにもアパート置いて、ここにもアパート置いて、まあ、こんなもんでいいか。2つ。で、ここに何か建てたいとか言ってたよね。高級住宅っていう感じではないからな。オペラハウス、キャバレー、古代遺跡とかね。観光はまだあんまり意味なさそうだしな。診療所と警察署は1個ずつあるから質を上げられるか。消防隊予算 25% 増加。火災時に消防を派遣できる。それってなんか意味あんの。あれ、これも警察署の。ちょっと待って。診療所を上げておくか。入院病棟、産婦人科、出生率 10% 上昇。鉄の取引が完了しちゃったね。入院病棟とこれやっとこう。向こうの診療所もちょっとやっとこう。忙しい。そしてどこにあるんだかわからん入院病棟と産婦人科と OK で、ちょっと待ってね。鉄が終わってしまったので、ちょっとこれもう一回あれだな。砂糖はいいか。砂糖、魚、ここら辺はやっておこう。で、6席余ってるんでしょ。これで1,2,3,4で5,6こうだな。よし、 OK。 で、少しこっちの方とかもね、やっぱり廃れてるからね。で、発電所が来ました。発電所のワイロ。プレジデンテ、残念ながら我々の研究は失敗に終わりました。しかしちょっと費用を上乗せしていただければある程度の成果は出るかもしれません。税関ね、そういうことね。たったの 20% アップでいいんです。そうすれば賄賂に関する素晴らしい技術をお教えいたしますよ。さらに 5% アップしていただければ賄賂の手引き書を作成して特別に訓練した連中に配っておきます。そうすればこの島を訪れる外国人連中に対してその技術を駆使できるようになるでしょう。ということで税関がアンロックされました。じゃあ税関も建てちゃいますか。税関はどうだ、これか。1箇所のみ建設可能。輸出価格が上昇。これもうこっちの方でいいでしょう。で、こういうさ、1箇所のみ
建設可能っていうのは多分ねもうどこでもいいと思うんだよね。なんかこういうわけのわかんないとこに置いても、向き的にはこうの方がいいかな。そうすると土地が傾斜してますって言ってるけど、こうやってで道路をつなげましょう。こっからこういう感じでつなげていけばいいなんか曲がってるけど、まあいいや、一旦これでやっとこう。あ、でこことここつなげとく、どうせだったら。よし、 OKOKOK。 金がすごいね、金がマジで。何やら舌を噛みそうですが、友人の外交官によると我々は数時間で数字で数軸国との関係を計算し、連合国と連合して連合の一員となるべしとのことです。大きなメリットとリスクを伴う判断。なるほど。連合国と同盟を結ぶと数軸国の提案は取り消される。有効度プラス20マイナス2。まあそりゃそうだよね。これはちょっとこのままでいい気がする。こっちは？あなたも私と同じように大使館にいるあの高慢な連中に嫌気がさしているのではありませんか。数十国は連合国の連中を追い出す見返りとして多額の金銭的支援を約束しています。マジか、追放するの連合国。いやこれはね、なんかどっちつかずでやっていきたいんだよねこの一方に歩み寄るというよりは、国庫に5000円、数十国プラス20。いやこれはいいや。ちょっと住居に関する幸福度がさ下がっちゃってんだけど。なんで？自由に関する幸福度は上がってるとして、住居そんなに良くないの？電力化、住まいの質が20、電力化しようじゃ。あ、これ待って、もしかしてさ1個につき電力化500円ずつ必要なの？ここはもうしょうがないな。じゃあ電力化しよう。で電力工場ができたから宝石工場ができる。金から宝石を生産する。よし。で金はこっちの方にあるよね。これ電力届いてんの？ちなみに宝石工場をなんとなく、じゃあここら辺に置いとく、こっちら辺に置いとく。うーん、難しいな。いや適当に、ちょっと待って、適当に置くと後々困るんだよね。後々困るから、いいや、ちょっとこれに置いちゃおう。もうべちょっと。でこの電力が本当どれくらいなの？いえいろんな人が殺害、逮捕、賄賂、追放、捏造。まあまあまあいいや。あれ、これ人いる？あ、酒場が、なるほど、禁酒法になってるからか。あ、酒場も関係あるのね。まあ言われてみれば当たり前なんだけどさ、スイス銀行もわりかしお金が貯まってきたけど、自由に関するあれがな。ちょっと待って、いろいろできてる。同志プレジデンテ、革命に暗雲が立ち込めています。この国の共産主義者たちは、アパートを建てるだけでいいの？我々が提唱する革命の方じゃあいいや、やろう。これは大切な戦友であり兵士、レジスタンスの指導者である者から連絡をもらいました。ナチスの軍隊は非常に強力であり、彼の手には負えないようです。トロピコの軍隊がナチスを粉砕してくれることを願っています。すぐに部隊を派遣しましょう。兵士を20人所有する。所有するってどういうこと？いっぱいいるよ。レジスタンスおよびフランスは我々に感謝しています。で報酬を受け取ってくださいと。技術を一つ即座に。いやこれはもうちょっとスイス銀行で行こう。スイス銀行をどんどん増やしていこう。新しい宝石工場ができたみたいだけど、宝石っていうと私センチメンタルな気分になっちゃうね。宝石工場の予算をちょっと上げるか。私は愛にも職人、土地にも執着しない。でもこの宝石だけは手放せないの。よし、こんしよう。このホタルの形のブローチは宝石ってさ、かつて私が愛し、ある時輸出できないの？気性の荒い狐に殺されてしまったマルコムのたった一つの形見なんですもの。宝石。マルコム、私はいつまでもあなたのことを愛し続けるからね。まあいいか、よくわかんない。宝石が出てきたら宝石を輸出しよう。で、じゃあまずはアパートをちょいちょいちょいとまた建てよう。アパート。いや本当にここら辺完全住宅街になってんな。じゃああとアパートはここに一つ建てますか。
宝石工場の隣にアパートがあるってどうなの？なんか俺的にはちょっと嫌なんだけど。じゃあこっちの方もちょっと対面側にアパートを作りますか。ほい。よし。これでアパート2つ大丈夫でしょ？で、あと自由に関する幸福度。これがなんか難しいんだよね。プレジデンテ、選挙は余裕だよ。もう俺が出る。トロピコの俺に任せろ。大学作ろう。金があるから。いよいよ大学で、大学はこの高校の隣に置いてすぐ進学できる状態にしておこう。でさらに福祉とメディアだよね。多分福祉とメディアなんだよね。自由に関するなんちゃら。食料雑貨店ってここら辺にあったっけ。もうここ無理なんだよ。もうはっきり言ってさ、伐採キャンプなくなった？木を取り尽くしたか。もうてかもううちのさあれからするとさ、伐採キャンプとかもうそんなんいらないんだよね。完全に工業国だから。まあ いや一応農園ここら辺なんかトウモロコシとか何がいい？トウモロコシがねいけるんだよね。トウモロコシ生産所にしよう。ここ1個道路開けとこう。牧場とかだってさ無理でしょ。牧場は絶対無理。絶対無理だね。あとタバコとかがいけそうかな。そうするとタバコってな、なんか俺まあそもそも俺がタバコ吸わないからよくわかんないんだけど、麺とかもちょっとやっておく。麺とかもこういうとこいけるね。縦にするとここの道路が閉鎖されちゃうんだよな。まあいいか、ここにやっておこう。でここの間を道路通せばいいわけだから、一旦こっからこうやって道路を敷いてこうで、ちょっと間あいちったな。まあいいや。でこっからここも道路を敷こう。よし、こんな感じでいいんじゃないですか。いやこのバオバオはさ結構長くなっちゃってるけどさ、金がすんげえ潤ってるよマジで。島に新しい顔がどんどん増えてきて、なんだか前より混み合ってきたね。タスクもどんどん来てるね。どこだ、あったあったあった。レジスタンスの指導者が再びあなたの助けを求めています。全種類の牧場建設する。え、全種類の牧場なんてもうあるし。レジスタンスおよびフランスは我々に感謝しています。もう大丈夫でしょう。ここまで来ればさ、次バオバオやったとしてもさ全然余裕だよね。なんかチャリーンってなったけど、あ、鋼が終わったか。早いね。もはやもう何が何だかわからんな。で管理ができねえわ。今の状況をちょっとまた全部一旦解除、もう一回ずつ全部解除しないと無理だ。わかんない。砂糖と魚とチーズはなんとなく輸入しておいて、ボーキサイトとこの鋼だけでいいか。1234、2隻、鉄だ、出しとくか。これでいいや、これにしよう。自由に関する幸福度あともうちょっとだね。何を建てればいい？何が必要？キャバレーとかってどうなの？高級娯楽施設なんか嫌だな。犯罪率が増加しそうだよな。食料雑貨店ここら辺にやっとく。大学の近くにポコンと置いとこう。でここもなんかデッドスペースになってるから適当に高級住宅建てとこう。銀行の隣とかだったら高級住宅でいいでしょう。おお、高級住宅ってしかもどうなってんのこれ。電力化、今の電力状況ってどうなの。いやマジ大変だわこれ。利益がだいぶ少ないね。石炭消費も多いね。発電量総発電量400、消費量残り電力150。あ、まあまあまあでもまだ大丈夫か。高級住宅街、じゃあちょっと電力アップさせよう。電力化、はい。もはや宮殿とかどうなってんのっていう感じだよね。
で、ここも電力化しよう。あ、あれがなくなってるね。なんだっけ、幸福度、住居以外が。レジスタンスは勢いを取り戻したようですが、私の友人であり勇敢なる指導者である彼がまた援助を求めてきています。繊維工場ね。繊維工場って何、何が必要。ウールと綿、ウールと綿とかさ、俺あんまなかった気がするんだけど、まあ、工場系はちょっとこっちに立てておきましょう。こうか、なるべく荒野のところに作りたいね。ちょっと待って、ウールだから、ウールと綿ってどこにあんの。牧場。ウール、ウールってここら辺なかったっけ。なんか作った気がするんだけど。これヤギ、ヤギ。あ、ちょっと待って、不正なんていらないいらないいらない、全然余裕。砂糖もうどこだどこだかわからん。ここら辺だってあれだもんね、トウモロコシだもんね。もうここトウモロコシ、はいはいはい、大丈夫です、ありがとうございます。麺、麺があるね、ここ麺か。だから、まあ、いや、とりあえず繊維工場作るだけ作ろう。はいはいはい。じゃあね、ここら辺にね作りましょうかね。ポコンと。で、あとは機能してるかどうかなんだよね。結局住居に関する幸福度が全然上がんないな。でちょっと一回道路を、こことバラックはちょっと退去してもらって、ここをつなげよう。待ってこれで OK でしょ。でちょっとだけここにデッドスペースがあるね。でここら辺じゃあまたなんか住居作る、ちっこい簡易住宅的なやつを作ろう。簡易住宅はそっか、狭くていいっていうの利点があるのか。うん、このスペースで作れるのはいいね。縦1マスで作れるのはかなりでかい。で本当に1マス空いちゃったからこれはしょうがないわ。でここら辺は農業をする人が住むと、そういう家だな。で、ウランの方にもちょっと、ウランって何に必要なの、まだ必要ないか。て23万円もあるよ金マジすごくねなんで運送業者と建設業者はもう一個作る。ここら辺に稼働率どうなの今の。ここ割と緑があるよね、荒野ではない。スイス銀行、どんどんスイス銀行に金を流していこう。4万5000、ちょっと今回でここは終わらせたいね。ここまで来てるから。我が友よ、果物。アメリカ国内は今非常に暗い空気に覆われている。私はこの状態を何とか打開したいと思っているのだ。アメリカに対して果物を送ってくれと。お前やろう、果物なんて何があるここら辺さ、トウモロコシだからね。で簡易住宅はちょっと待ってね、やっぱり全部近代化しよう。ほい、一括近代化。果物でしょ、果物って下の方だったっけ。トウモロコシばっかだな、本当にトウモロコシだらけだな。バナナ、ちょっとバナナあげるか。じゃあバナナにして小型化をされてるか。いやもうさ、今のさ、うちの国にさ、そんなさ農園みたいなこと言われても困るんだよね。あんまり農業盛んじゃないから、どっちかっていうと。もうね、宝石とか作ってた方がいいよ、本当に。バナナ、パイナップルとかあんの？しょうがない、パイナップル作るか。あ、こっちの方とかでもそれなりに色ついてるね。じゃパイナップル作ろう、ここに。ベチョッと。で、これをまた輸出していくか。果物の輸出もまあ始まってますね。でまたちょっと道路をつなげていこう。ここと、ここ見えないんだよね。1個デッドスペースになっちゃってるけど、あれ曲がってんな。ちょっと待ってね、こう、どうつながってるこれ。道路が短すぎます。まあよくわかんないダメだったら破壊しよう。
で、で、そうだね、こっちに建設業者と運送業者で、こっちに建設業者と運送業者があるから、こう真ん中に建設業者と運送業者もう一個建てよう。あ、間違えた、港じゃない。じゃあここら辺にしとくか。ほい、建設業者と、運送業者ですと。いや、すげえいい国だわここマジで。で、また例によって、じゃあここら辺に一般住宅を建てるか。一般住宅もそんなにでかくはないから、ここのスペースに一般住宅を建てていこう。ほい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 と。もう一個いける？もう一個いけんね。で、そうするとこれ何？パイナップル農園、牧場になってんね。なんかここら辺にも少しあれをやるか。あ、なくなってないか。住居に関する幸福度が。ドイツ人たちにバレてしまいました。メイドイントロピコのタグをつけたのがまずかったかもしれませんな。え、何？繊維工場すべて破壊して証拠隠滅する。数十国との友好度が大幅に下がります。マジで繊維工場作ったばっかなのに。どこに作ったっけ？ちょっと待って。これ何？あ、これだ。いいや、破壊しよう、しょうがない。なんかさ、建てては破壊して建てては破壊してだね。スイス銀行あと5000円か。どうしようかな。住居に関する幸福度がなかなか上がんないんだよね。これ一般住宅だ。ちょっと待って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 、破壊しない破壊しない、待って待って待って、破壊しちゃったよ。もったいね。破壊の解除がよくわかんない。ちょ、もう一回一般住宅建てよう。こんな安いもん楽勝よ。あれ、なんかここに建てちゃった。これさ、破壊してもさ、この農園の跡地って元に戻んないの？どん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 タスクをこなしていこう。どうし、プレジデンテ、今こそ大きな変革を行う時です。トロピコの民はあなたが英雄として革命を引き勝利に導くのを待っています。裕福税、ちょっと裕福税はいいわ。で、これは、全部電力化ができんのか。いや、金あるからな。こっちの方にも発電所建てて、なんか電力化しようか。こっちがもうマジでね、ないんだよね、スペースが。ここの変な木みたいなところがちょっと残ってるけどさ、もう輸出量が半端ないからね。30万超えたんだけど、これやばい、金がやばすぎる。でもどん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 開発していこう。じゃあマジでマジで農業とかさ、俺からすればいらないんだけど、宝石工場もどんどん作ってさ、金の輸出をどんどんやっていこう。宝石工場2段構えに行こう。宝石、宝石、もうどんどん宝石を作っていこう。こっちに1個置くか。宝石工場ちょっと下の方に、あんまりなんかこういう工場ってさ、家の近くに置きたくないんだよね。ここにしよう。電力供給管よ。マジで、じゃあここに置くしかない。やだなー。まあいいや。で、金はね、取り尽くしちゃうと終わりだからね。あとなんかある。ああ、これか。環境汚染が増加する代わりに効果が20とかね。どうする？やるか。3200円投入しよう。環境が汚染されるのはしょうがないもん。これもやろう。で、ここもやっちゃおう。ほい。スイス銀行がちょっと増えないかな。果物の輸出でまたスイス銀行に振り込めるかどうかだね。ここの道路もこっから上につなげよう。 OK で、まあこっちはじゃあ農業でいいか。広っ。めちゃくちゃ広っ。
人もめっちゃ増えてんな。ここは完全にもう農地だね。農地だからもうたださ作れるのがさトウモロコシしかないんだよね。こっちの方生産的にココアバナナもさこっちの方しか無理だからね。あとはちょっと果物の輸出を待つか。住居に関する幸福度なかなか増えないな。ここもちょっと住宅街にする。住宅街アパートだね。そうするとやっぱりこういう向きこういう向きか。アパート置いてここにもアパート置いてちょっと待ってね、あの道路をつなげたいんだよね。でここへ置いちゃっていいか。でいいか、とりあえず3個作ろう。で下の方に電力供給所を作ろう。汚染されそうだけどね環境が。まあ、しょうがないよね。発電、おこれ変電所っていうのがあるね。あ変電所あれか、電気の届く範囲が拡大する。いやでも発電量は変わらないはずだから、あここまでしか届かないんだ。なるほど。ということはよ、こちら辺は無理か。もう無理だな、幅がないわ幅が。いや無理やりすぎるわ。いやー無理やりすぎだな。なるほどそういうことか。下だね下、やっぱりこっちだ。このさトウモロコシ畑さもういらなくないか。ここにこれ破壊しよう。改革が必要だ今は。よしだいぶ空いたね。すげえ真っさらになった。で発電所作ろう。ここだな。ちょっとこっちの空気が汚染されそうだけどしょうがない。ここに1個作ろう。で道路をここつなげたいんだよね。つなげて、でこの周りになんか、そうだね、なんかラージガーデンみたいな。すげえ環境悪いんだけど、ラージガーデン、ラージガーデン置いとこう。ベチョッ、ここでいいか。ベチョッとここに置ける。もう一個ベチョッと。よしで、ガーデンもここら辺に置いとこう。適当に。ガーデンはでも1マスでいいの？1マス分か。ラージガーデン、ラージガーデンは 4×4 置ける。これ置けるんだか置けないんだか。置けるわ。置いとこう、こういうとこに。はい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 、いいんじゃないですか。結局トウモロコシがあれになったね。でここら辺にもなんか適当に。酒はもう無理だから図書館、研究ポイント欲しいんだよな。観測所って何なんだろうな。高地に配置するとっていうけどさ、高地に置けないんだよね。ここなんか置きたいよな。やっぱり住居か、なんかそれなりのものを置きたいな。工場系にはしたくないから、レストランに置いとく。レストランにしとくか。ここにレストランを置いとこう。あ、バラックがあるわ、あそこに。でレストランとカジノとかね、どうするよ。高級娯楽施設置いてみる。オペラハウスはもういいでしょ。いやー犯罪起きそう。カジノ、カジノ置こう。あ、でかっ。無理だ。やめた。じゃあ食料雑貨店、あ無理だね。新聞社もうでかいね。診療所、警察署もでかいね。診療所置いとく。無理だ。もうこれを置いた段階で無理だな。
高校は？高校も無理か。図書館も無理。ダメだ。住居置こう。しょうがない。もうじゃあアパートだな。みんな大好きアパート。いやアパートでっか。アパートも無理なの？一般住宅は？置けるね。じゃあ一般住宅置いとく。しょうがない。ここもちょっと空いてんね。もう一般住宅置いとく。よいしょ。もう限りあるスペースを有効活用してる。これ何？運送業者。ここ空いてるよね。しかも一般住宅置いとく。だバラックがあるからさ、それはもうやばいんだよね。バラックが置いてあるってことは。でここも簡易住宅を置いとこう。とりあえずもう住めるとこにみんな住め。で金があるから、とりあえずガーデンじゃ、ガーデン、はい、ここにガーデン置きます。君ら退去してください。駐車場なんとなく使われてるね。なんかみんな入ってってるよ。でここにも駐車場があるから、あとどうなってんの本当に。ここのスペースもなんかやたら空いてるよね。ここもまだね使えるんだよね。ここもあるね、駐車場とか。うわ無理だギリギリ置けない。でスイス銀行がちょっとマジでたまらないから、いやあと少しだからね。建設なんちゃら布告する？建設なんちゃらを布告しよう。ここに来て建設許可、これ布告しよう。もうちょっと早めに布告してくればよかったね。なんか作んないといけないからね。そうすると君の援助も虚しく、我が国は本格的な不況に突入してしまった。だが君の努力には感謝している。政府の支出を増やす、軍事力で解決。政府の支出を増やす、これでいいよ。俺だって金あるもん、マジでめちゃあるもん。代表団の派遣とかね、全然できない。あ、代表団いける。よし行くぜ。おいアホンダーラ。なんだそれ。いやこれは数十国の連中の挨拶ですよ。本当かよ。先日彼らの元を訪ねた際に散々言われたので覚えてしまいました。研究施設を新たに2つ、数十国、有効度プラス20か。フランツ・フェルディナント大公が暗殺されたことにより戦争が勃発しました。大戦争になることを願いましょう。賭けに勝ったら賞金があります。これもどんどん国庫に。あと2000、まあ、1800だけど、あともうちょっとはね、ここら辺のタスクが終わればなんとかなりそうだね。研究施設ってどれだ？研究施設、研究とこれか。どれを出せばいいの？まあいいや、図書館1個。ここにもあるんだけどね、図書館。図書館ばっかになるかんな。大学とか高校じゃダメなの？観測所とかさ、マジで意味ないからね。で、高地がないから、ここの、なんていうの？あ、なんかまたタスクが出たね。40万あるよ、すげえな。ロシアで共産主義者による大規模な革命が起き、大成功に終わりました。って何？いや、もう金払おう。残念な革命は見返りを求めないもんね。来た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 。君は見事に目的を達成した。今後もこの調子で私の指示に従っていけば素晴らしい未来が待っているだろう。君が獲得したスイス銀行口座の資金を使って私がスイスの統治権を 新世界機構に移籍させよう。スイスに関して、心を煩わせる必要はなくなった。ズワンシュタイン博士アメリカで渡った、原子爆弾の開発を指揮することになるだろうと。原子爆弾とは物質とエネルギーの境界を破壊するほどの威力を秘めた新しい兵器だ。君は新世界機構のみならず全人類に多大な貢献をしたのだ。 OK。 いやこれバオバオやばいよ今。金もやばいしすげえ順調だわ。かといってね、ここでまた経済難易度とか上げるとさ死ぬんだよね。というところで、じゃあようやくねちょっと長くなりましたけど、なんだっけ、ズワインシュタインが終わりましたので、次回はミッションパラノイアからやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで、終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。
またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。